はい、皆さんどうもこんにちは、菅重です。7月入りましたね。入りましたね。今年も残したから半分ですね。半分切りましたということで、節目ということでね、ちょっとやりたい企画があるんですよ。おー、やりましょう。やりましょう、ぜひやりましょう、はい、今回の企画は上半期のリウマチ医療費計算してみた。てってれん、皆さん気になってるところじゃないんでしょうかね、はい、私も気になってます。私の金額がどれぐらいなのか、うん、リウマチさんどうして今月いくらだったとかさ、ないじゃん、うん。まあ、聞いたところで何にもならないんですけど、これは好奇心ですよね。好奇心を動画にしてみたと。好奇心だし、一リウマチ患者が情報開示することで、うん、まあ、リウマチになりたての人と か、うん、確かにね、バイオを使おうかどうか治療でね悩んでる人とかの参考になるんじゃないかと思って。ちょっと気分が沈んでしまうかもしれないですけどね。沈んでしまうのかな。そうかな、はい。まあ、でも現実ですね。はい、現実的なものを見てみましょうということでしょう。バイオの注射ね、高いなと思うけど、うん、どれぐらい高いのかと、半年でどのぐらい金額かかるんだっていうのをぜひね、バイオ経験者の立場から皆さんに情報開示していきたいと思います。見てくださってる視聴者さんも、私だいたい毎月こんぐらいで半年こんなんでしたよとか教えてくださる方がいれば目安とかになります、うん、高い方なのか低い方なのかが ね分かんないからね。知ってどうなんだということなんですけれども、うん、好奇心、好奇心ですね。私たちのチャンネルでは、こういった好奇心の動画だったり、リウマチのあるあるだったり、リウマチの何かだったり、豆知識だったり、とりあえずリウマチについての発信だったり、私たち夫婦の発信だったり、いろんなことを動画で配信しております。興味のある方はぜひチャンネル登録をして、グッドボタンを押して、コメントをして、 SNS の方で広めてもらってお願いいたします。今日も欲張り構成ね。はい、ということでね、皆さんきっと画面の向こう側でもそわ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 していらっしゃると思うので、早速金額の方を見ていきましょう。どうぞ。実用ね、上半期の集計期間1月から6月の末までで、通院回数は2回ございました。2月と5月に行ってましたので、だいたい3ヶ月に1回ペースですね。ということで、合計金額はと言いますと、126,140円となりました。拍手なのか分からないけど、とりあえず1ヶ月2万円計算ですかね。そうですね。これは治療費と薬全部含めてですか。治療費、検査代、診察代、薬代、全部込みです。はい、内訳はと言いますと、検査と診察代で19,400円、薬代の方で115,200円となってます。薬代がね、でかい。でかいね。バイオ注射2週間に1本は大きいですね。主にバイオ注射の値段なんですかね、その薬代の中が。まあそうですね、バイオも1本数万円しますし、あとは錠剤でいうとメトトレキサートとかの免疫抑制剤とかね、リウマチ薬が結構一粒お値段します。はい、ちなみにこれで保険適用後の金額ですか。適用後の金額です。自己負担額となります。はい、私高額療養費制度も使っておりまして、その制度を使わなかったらば、本来は173,021円の支払いが発生してたんですけれども、健康保険の高額療養費制度を使うことで46,881円安くなってます。高額療養費制度の恩恵はなかなか大きいですね。高額療養費制度についての動画も過去にですねまとめておりますので、気になった方はぜひそちらを見ていただいて、該当するなら確実にですね適用した方が、申請した方がいいので、ぜひ申請してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうかね。高かった、低かった、まあ高い低いはね人それぞれで、それで得られる恩恵がやっぱりありますんで、一つの参考になればと思います。はい、まあね、改めて計算すると結構使ってますね、うん、数字で見るとね、そうああすごいなと思うよね。はい、いつも支払いカードなんですよ、病院も薬局もカード払いなので、実際そのお金が出ていく感覚がないんですけど、もうダメなやつポイント貯めなきゃ。絶対カード払いおすすめですよね。だってこんだけ払ってるんだもん。十何万円分が1%だとしたら1,000円、大きいよ、大きいよ、美味しいランチ食べれるよ、うん。でさっきも言った高額療養費制度なんですけど、私多分1ヶ月ごとに払ってたらギリギリかかるかかからないぐらいなんですよ。で皆さんもね、1ヶ月ごとに通院されて薬もらってる方とかも多いかもしれないんですけれども、まあ、症状とか進行具合によっては一概には言えないんですけれども、薬をですね2ヶ月とか3ヶ月まとめてもらうことでギリギリかからなかったっていう人が限度額をオーバーして安い分が発生するっていうことにもなると思うので、まあ、ちょっとでも医療費安くしたいなっていう方はまとめてもらうのもおすすめします。
月々の医療費が高額できついので2ヶ月だったり3ヶ月だったりまとめてもらうことで高額療養費制度使えないですかっていうのを聞いてみてください。これね、本当適用するかしないか全然違いますもんね、うん、私も病院変わりたての頃は1ヶ月に1回の通院だった、まあ、先生もね私の症状どんなのかなとか免疫とかもこれからしていかなきゃねだったから月ごとの変化をまあ観察していくっていう大切な時期もあると思うんですけども、まあ、症状がわりかし安定してきたとかうちの先生曰く薬を変えたとこで1ヶ月後なんてそんなに変わらないらしくって、まあ、薬を変えて様子見るのでも、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいはちょうどいいんじゃないかっていう考えの先生なので、まあ、先生によってもねいろんな考え方あると思うので、まあ、まずはご自身の医師を相談してみてはいかがかなと思います。医師を医師に相談だね。で今回は半年の合計金額だったんですけども、まあ、年が明ける頃にはもう一度2021年の年間の医療費なんかを合計金額出したいなと思っているのでまたぜひ楽しみにお待ちください。まだ半年とか1年の医療費計算したことないなっていう方はこれをきっかけにご自身の医療費も調べてみて、まあ、高いのか低いのか私のとね比較材料にしていただければと思います。僕たち私たちは Twitter や Instagram などで SNS の活動もしております。普段の生活であったり動画撮影の裏側であったり様々なプライベートな情報を赤裸々に発信しておりますのでそんなに、まあ、気になった方は実際確かめてみてください、はい、概要欄に載ってます、はい、それでは今回の動画は以上になります。動画が参考になったらグッドボタンやコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。もういくつ寝るともう正月まだやろ。発声練習しろ。あえいうえおあおかけきうけおあおさせしすせそあそたえいうえおあおあれにぬねおあおあえ全部一緒やないか。